まり遭遇したくない顔ね。そんな釣れないことを言うなよ。参加者と審査員の関係じゃねえか。いくら参加者と審査員といっても私にも選ぶ権利があるわ。好き好んで悪党のところに行くわけがないじゃない。ラビアルウォッチのところには相変わらず通っているんだろう。どうだ、少しは誘惑できたか。あなたに話すようなことなんて何もないわよ。相変わらず俺に対する口の利き方がなってねえな。それならそれで別に構わねえさ。どうせもともと素直に言うことを聞くとは思ってない。おい、野郎ども、この女を捕まえて船に運べ。ちょっと何するのよ。いい加減に機嫌直せよ。可愛い顔が台無しだぜ。仕方がねえだろ、あんたには利用価値があるんだから。利用価値？私を捕まえて何をしようという気？何って決まってんだろ。あんたを人質にしてワニ野郎をおびき出す。大事な恋人を盾に取られて手も足も出なくなったところをいたぶり抜いてやる。誰が誰の恋人よ。隠しても無駄だ。この間の審査すらなかったバカらしいコンテストの時、あのワニ野郎があんたを助けに血相を変えて会議室を飛び出していきやがった。自分の部下ですら見捨てるような野郎がだぜ。誘惑がうまくいって何より。相当大切にされているみたいだね。あの時シーザーが私を助けに来てくれたのは事実だけど、私は彼の恋人ではないわよ。100歩譲ってそうだとしても、あの野郎があんたのためにナイフに構わず動いた事実には変わりねえ。しかもあんたが危険な目に遭っているかどうかもわからない状態でだ。あの野郎の理性を失わせる時点で十分役割は果たしてる。そばにいれば守ってやるとは言われていたけど、私はあの時彼のそばにいなかった。少しは私のことを特別に思ってくれているのかしら。そういう意味では私の取った行動は間違っていなかったことになる。しかしあんたも物好きだな。あんな男のどこがいいんだ。少なくとも女性を縄で縛って床に転がすようなことはしないし、あなたの100倍は優しいわ。優しい？あの破壊魔がか。あの男をそんな風に言う人間なんざあんたぐらいのもんだぜ。時計は二波でね、悪趣味だ。どういう意味よ。お頭、あとしばらくで海軍の船が予定の場所に差し掛かります。全員出撃の準備は整っているので命令をお願いします。その前に時計ワニの所在は確認できているのか。はっ、森の中にいるところを発見しました。今スターキーが尾行中です。現時点で間違いなく海軍の船の中にはいません。申し分ない状況だな。一気に攻め込むぞ。今度こそガビアルウォッチに一泡吹かせてやる。なんで私まで連れて行くのよ。人質なんだから連れて行くのは当たり前だろう。おとなしくしていればあんたの安全は保証してやる。フックか。
で強いはずだ。みんな気を引き締めろ。こいつらはジェイムズ・フック率いる海賊だ。海兵の方が倒れている人数が多い。これって海賊の奇襲が成功しているということよね。どうしてこんなことをするの？愚問だな。奴らが海軍で俺たちが海賊だからに決まっているだろう。邪魔になる存在は潰せる時に潰しておくに限る。おい、フックが連れているのは審査員殿だ。奴にうかつな攻撃はするな。審査員殿の身の安全を一番に考えろ。これはいい。海兵どもはよくしつけられているようだな。あんたの姿を見て誰も俺に近づいてこねえ。フックは最初からこうなることを狙っていたのかしら。私のせいで海兵の人たちが傷つくのは嫌なのに。うん、知っているとか知らないとかそういう問題ではないわ。こんなこと相手が誰であれやめてほしい。それ以上に私のせいでシーザーに迷惑をかけたくない。何の騒ぎかと思えば貴様か、ジェイムズ・フック。我が艦に土足で踏み入って生きてここから出られると思うな。シザ、ごめんなさい、私。っ、やっと本命が出てきやがった。てめえを自分の手下どもの前で地面に這いつくばらせてやる。よくも正々堂々と正面から乗り込んできたと褒めてやる。まさかとは思うが、その女を人質に使うつもりではないだろうな。参加者という立場上を守らねばならないのは貴様も私も同じだ。その女に人質としての利用価値はないと思う。フックが私を決して殺さないと思っているからかしら。がっかりって何よ。シザは当たり前のことを言ってるだけじゃない。確かに思ったよりてめえには通用しねえみてえだな。まあ雑魚よけにはちょうどいい。俺は海兵どもと戦いに来たんじゃねえ。てめえをぶっ潰すために来たんだからな。忘れたとは言わせないわよ。もしあなたたちが殺し合えば二人とも死ぬことになるんだから。規則があるのにあなたはどうしてわざわざシザーと戦おうとするのよ。死にたいの？仕方がねえだろ。これが俺の生き様だ。規則があろうとなかろうとそう簡単に生き方は変えられねえ。バカと失礼な女だな。お頭はあれでこそ我らのお頭。何者にも縛られない生き方をするからこそ俺たちはあの人についていくんだ。何者にも縛られない生き方。自分から死にたいとは思わねえ。だが思ったように生きられないのなら死んだ方がマシだぜ。バカはバカなんだけど。羨ましい。どうして？まったく使えない手駒どもだ。おい、聞いたか？あれのどこが優しい男だ。船の仲間は手駒じゃねえ、仲間だろうが。あいつと比べりゃ俺の方がよっぽど優しいぜ。お頭、俺たちはお頭の手下でよかったぜ。
海兵の連中がかわいそうに思えてきた。フック船長こそ男の中の男、お頭最高。手ごまとか言ってるような人に浸水できるわけないと思うけど、私はフックの生き方が羨ましいと思ってしまった。死ぬかもしれない貴族にすら縛られることのない自由な生き方ができるなんて羨ましい。だけどよくわからない、自由な生き方を羨ましいと思うほど私は何かに縛られているのかしら。マイケルの生き方もそうね、羨ましいような気がする。私は完璧になりたいのよね。自由に生きることと完璧になることはかけ離れているじゃない。自由な生き方なんてお母さんなら絶対に否定するわ。でもシーザーは完璧な人間なんていないと言った。考えたくないけど、こんな風に思うということはお母さんに不信感を持ち始めているということ。貴様らが束になっても私に勝てるわけがないだろう。海のゴミどもが我が艦で騒ぐな。なんだとこのワニ野郎が。あんまり俺たちを舐めるんじゃねえ。やっぱり強いな。こうなったら束になってかかるぞ。シザ、海のゴミを舐めるわけがないだろう。このレベルのゴミが何人かかろうと無駄だ。先走りやがって。チェコ、負傷者を拾ってこい。俺が野郎の相手をする。てめえらは手を出すな。このワニ野郎、今日がてめえの命日だ。力みすぎて己の命日にならないよう気をつけろ。私は強いからな。貴様程度殺さずとも叩き切れる。誰、いちいち腹の立つことを言う野郎だ。殺さねえでもその減らず口を叩けねえようにしてやる。やっぱりどんな人であれ私はシザーのことが好きだわ。シザーを助けてあげたいと思ってもいいのかしら。ガビアルウォッチの野郎、やっぱり一筋縄ではいかねえか。ここはやっぱりあんたを利用するしかなさそうだな。え、私？いや、こんな時に没頭できる方がおかしいのかもしれないけど。あの野郎の強さは常に冷静な判断力にある。要するに冷静さを失えば攻撃力が落ちるというわけだ。ちょっとフック、何を。なんだよ、威力のねえ声出しやがって。もっとガビアルウォッチが動揺するような反応をしてみろ。むちゃくちゃなことを言わないで。私にそんなことしてもシザーが動揺するわけ。貴様、
私の目の前で何をしている。え、怒ってくれている。なんだ、こんな色気のねえキスでも十分効果あるじゃねえか。もっとしてやろうか。お前もお前だ。そんな海のゴミに簡単に唇を許すとは、なんて節操のない女なんだ。節操がないですって。この状況を見て、なんで私が怒られないといけないの。私はこの通り両腕を縛られているのよ。抵抗なんてできるわけがないじゃない。勝手にさらわれて勝手に人質になって海のゴミに唇を許すとは、節操なしと罵られても仕方あるまい。なんでそうなるのよ。勝手にさらわれてって私の意思じゃないでしょう。嫌ならさっさと助けなさいよ。私を守るって言ったじゃない。おい、ほらてめえら。私のそばにいれば守ってやると言ったんだ。そんな男と一緒にいるような女をなぜ私が助けてやらねばならん。そんな男に捕まっているから助けろと言ってるんじゃない。ジェームズ・フックもコンテストの参加者には変わりはない。そばにいれば嫌でも守ってもらえるだろう。せいぜい仲良くしたらどうだ。私はフックじゃなくてあなたに守られたいのよ。どうしてわからないの、この鈍感バカワニ男。だったら今すぐ私のそばに来ればいいだろう。行けるものなら行きたいわよ。なあ、もううるせえ。耳元でギャンギャン騒げんじゃねえ。血は喧嘩か。血は、あ、なんだ、貴様はまだいたのか。堂々とてめえの目の前にいるじゃねえか。いいかも。私としたことがつい我を忘れて取り乱してしまったようだ。貴様の怒鳴り声のおかげで正気に戻った。ち、頭が痛くなってきたぞ。頭が痛くなったんですか。だ大丈夫ですか。おかしら、大変だ。やらども、おかしらの頭が悪くなった。なんだとスミ、てめえもう一度言ってみろ。おかしら大丈夫ですか。負傷者は全員拾ってきたんですが、おかしらもこれ以上悪くならないうちに早く。バカ野郎、人を勝手に負傷者にするんじゃねえ。というか頭を悪くするんじゃねえ。ったく、てめえらのせいで余計に頭が痛くなるぜ。余計にですか。てめえら緊急事態だ、引くぞ。おいスミ、なんでてめえが指示を出してやるんだ。俺は今からシザーとの一騎打ちを。マニアローとの勝負はいつでもできますが、お頭の体は一つしかありません。こんなところでお頭を失うわけにはいかないんです。いや、だから。お頭、死なないでくだせ。俺は別に。俺たち、お頭がいなくなっちまったらどうしたらいいんですか。どこも悪くねえっつってんだろうが。お頭、まっさに船をつけました。我慢せずに乗ってください。これ以上痛みを我慢するお頭だって痛くありません。ちょ、おい、てめえら。そこまで大切にされるのは嬉しいが違うだろう。カビアルウォッチ、今日のところは勝負を預ける。次は覚えてろよ。何だったの。あまりにも馬鹿らしくて追いかける気にもならない。私のテリトリーに侵入してきた敵を
むざむざ逃がしてしまうとは。そんなことはどうでもいいから、早く私の縄をほどいてくれる？海賊に殺された海兵はいるの？数名やられた。あの騒ぎにしては被害は少ない。やすやすと海賊に侵入されたことの方が大きな問題だ。どうやら我々の航海ルートが外部に漏れていたようですね。どこから情報が漏れたのかを調べるため、私とクリップはしばらく席を外させていただきます。余計な仕事を増やしてくれる。だから私は奴が嫌いなんだ。私のせいじゃないわよ。そんなことは分かっている。だがお前が絡むと私はどうも冷静ではいられなくなるようだ。守られると決めたのなら私も知らないところ。心配してくれたのね。ごめんなさい。別に心配などしていない。守ると決めたものを壊されては気分が悪いというだけだ。ありがとう。私決めたことがあるのよ。なんだ、海賊に利用されないことか。そんなことは決めなくとも最初から実行しろ。私は利用されたくて利用されたわけじゃないわよ。人の話は最後まで黙って聞きなさい。私は今までずっと自分は人より劣っていると思ってきた。完璧にならなくてはいけないと思ってきたわ。でもフックが自分勝手に生きている姿を見ていて、なんだか馬鹿らしくなってきたの。もう少し私は自分のことを許してあげてもいいのかなと思えたのよ。海賊の生き方に感銘を受けたとでも言う気か。別に海賊になりたいと思ったわけじゃないのよ。でもああいう生き方もあるんだと思ったら気が楽になったというか、フックと戦っているあなたが生き生きとしていたから焼けたのかもしれないわ。どういう意味？私はジェイムズ・フックを壊したいとは思っているが、仲良くしているつもりはない。そういう意味ではなかったんだけど、言い方を間違えたかしら。とにかく私はもう少し奔放に生きることにしたの。お前の決意らしきものは分かったが、それがどうだというんだ。私には関係のないことだろうが。そうね、関係ないことかもしれないわ。決めたばかりだからそんなに急には変われないけどね。無理かもしれないけど、過去に縛られているあなたを助けてあげたい。目に浮かぶようだわ。びっくりした。ねえ、なんだかやけにすり寄ってくるみたいなんだけど、私を食べようとしているわけじゃないわよね。どうやらお前に懐いたようだな。どうして突然。今まで全く私のことなんて無視していたくせに。多分考え方が変わってきたということだろう。こんなことは初めてだ。ワニに考え方とかあるの？まあでも懐かれると悪い気はしないわね。時計ワニにビスケットをあげようかしら。それとも
あれ、時計ガニのことが全然怖いと思えないわ。今までにない反応だわ。やっぱり懐かれてるみたい。シザーの言うことが本当だとして、ワニですら考え方を変えられるというのなら、私は私らしく生きていくことができるようになるわよね。頑張ろう。でももうちょっと気楽に行こう。なるようになる。